でここで一つちょっと論文を紹介したいと思います。これ、サンディ・グロスマンっていう人とロバート・シラーさん。えー、このグロ,スマンとしグロスマンとシラーさんっていう二人の学者がね、30年ぐらい前に書いた短い論文なんですよね。シラーさんは数年前にね、ノーベル賞を取ったファイナンスの学者なので、まあ、名前聞いたことある人もいるかもしれません。でこの人たちが ちょっっとやってみたいですよね。この実践がその株価ね、実際の株価データ。株価だって一つの会社ないですよ、S&P500 とかそう500社ぐらいの,あの詰め合わせね、ポートフォリオ。それで、この点線が配当割引モデルで計算した理論株価です。配当のデータあるからね。 もともとみんな、この時点ですよ19、1919年の時点で、将来にわたる S&P500 の配当がもしみんなね、大体予想できたとしてするならば、割引率何パーセンって決めれば、一応、配当割引モデルで1920年における理論株価は出てくるじゃないですか。そうやって、配当割引モデルで株価を、理論価格を計算したのが、転戦です。 全然いいてないでしょ実際の株価はこんなんですよ。実際の株価はこんなんだけど、配当割引モデルで理論株価を計算すると、この点線だから全然動いてない。配当ってね、変動しないんですよね。一社とかだったら別ですよ。一社とかだと、なんか業績悪い時は全然配当ないし、業績良ければ配当上がるし、なるけど、で皆さん買う時、一社の株なんて買わないからね。学生だってその 株 com とかかの講座作れるじゃないですかマイナンバーとか言わなきゃいけないかもしれないけどまあ二週,週間でか2週間に口座作れますよね。で皆さんその暇な時にさ講義中だっていいですよ別にねインターネット使えればこうやってトレードできますけどでトレードするって、まあ、別にそのなんかよく分かんないデリバティブとか取引しなくたってまあ株,株でいいや俺はっていうふうにしたって別にそんな一社の株とかね だって東芝とか買ってその東芝つれちゃったらお金なくなっちゃうからね東芝とか普通買わないでその要するに詰め合わせね220え日経平均のその225社のその詰め合わせとか s p 5 0 0の5 0 0社の詰め合わせとかトピックスのその1000社のこの詰め合わせとかねそういうのを買うわけですちょっとずつ入ってるやつねちょっとずつや入ってれば まあ業績いい会社もあるし悪い会社もあるしね、まあ、不景気だったらみんな業績の毛なみ悪くなったりするんだけどまあ一応500社とか1000社入ってるから配当そんなね変動しないですよ配当変動しないとね配当割引モデルで割引だってね株価変動しないですよねこれボラティリティパズルって昔言ったんですよね意味わかりますかね資産株の価値ってその株が将来支払うであろう配当を 全部現在に割り引いたのが理論株価じゃん。いいですかでも配当って歴史的に見るともちろん不況とか公共とかあるけどほとんど動かないですよ。実際の株価も皆さん毎日ニュースで見てるみたいにこんなん変化するからね。なんでなんでこんなボラティリティでかいの実際の株価は。配当割引モデルで説明できないじゃん。ボラティリティパズルって言いました。一つのアンサーはね。 いやいやいや、ちょっと待ってください。証券の価格ってバスケットの価格でしょ将来その証券が支払うであろう財のね、キャッシュフローの量が D1、D2、D3、D4。それの価値は、現在価値は P1、P2、P3、P4 なんだけど、配当割引モデルはその P1、P2、P3、P4 がね、ずっとその割引率 R の。1プラス R でその割引は頭比数列だからね、そこ変化しないですよね。 P1、P2、P3、P4 ってとこその部分はもう全然変化しないで配当,の変動配当の変化だけで株価を説明しようとしてるから理論株価は全然動かないけど実際にはその B の方じゃなくてねこの P の方も大事なんだよと。で P の方もちゃんと考えると理論株価はこの破線破線みたいにちゃんと動いてくれて。 実際の株価みたいに動きますよということなんですよね。って言われてもピンとこないと思うので、もうこのエクササイズ、この授業ではもうやります。もう全然難しくないから、もうこの予備校のノリでね、このグラフを実際に作ります。ね、1979年までですけど、2010年ぐらいまでね、データを使って実際にやっていきたいと思うんですけれども、まずはそのちょっと準備を、準備をしていきたいと思います。目標はこれね。 これが来週の目標です。これをみんなで R で、ね、データ使ってこれと同じグラフを作ろうというのが来週の目標です。で今日は残った時間でその準備をします。